撮ってるからね。使える、それも使える。え、ちょっと待って、使わない。使える。はい、というわけで、今回は新メンバーの五郎くんを紹介しよう動画と、ちょっと党会議のね、振り返りを軽くみんなでしたいと思います。で、まず最初に、まあ、五郎くんに自己紹介をしてもらって、その後に、ツイッターで、五郎くんへの質問を募集したので、ちょっとそれを五郎くんに答えてもらおうと思ってます。唐突に始まった。あと、あ、どうも、ライトです。もう一応来てるんで、一緒にまあ、喋っていこうかなと思ってます。はい、じゃあまず最初に、新メンバーの五郎くんに軽く自己紹介、まあ、COD の歴と、まあ、例えば使ってる武器と、まあ、去年どんなチームにいたかとか軽くお願いします。なるほど。あ、じゃあまず COD は BO2 からですね。一緒ですね。普段喋り方そんな感じだっけ。俺普段どうやって喋ってるんだろう。BO2 から多いね。 BO2 武器は、で武器はコンタクトは ICR で基本的にロング打ち合いやる使ってますね。もうちょっとはっきり言った。そんな喋り方はっきりだっけ。俺なんて喋ってる。もうちょっとさはっきりだけ喋ってなかったっけ。あっちに向けて。はい、コンタクトは違う違う、これは違う。基本は基本 A、 じゃあずっと A 後ろより、基本後ろの AR って感じ。じゃあ去年は何をしてたか、どんなチームにいたか。まあ去年はサンシスターっていうチームでプロ対抗戦第2回から5回まで一応出場してますね、うん、あ、2回からか2回からか、途中で入ったの。まあそういうわけで、まあ去年は、まあ、プロ対抗戦も参加していた選手というわけですね。じゃあ次に、Twitter で募集した質問コーナーに行こうと思います。じゃあまず最初の質問、ラッシュゲーミングにはどういう経緯で入りましたか。まあサンシスターを脱退してちょうど何もやってないじゃないですけど、チームに入ってない時にラッシュゲーミングのハンツさんが ICR から SMG に転向して ICR を探すっていう時にちょうど自分の名前が上がったみたいな感じですね。まあラッシュから声をかけたって感じなんだけど、まあその時ちょうどラスベガスがちょっとメンバー変更になって、その ICR をね探してたんだけど、まあなかなかね今のこう COD スポーツ、日本の e スポーツって、まあ、そんなにプレイヤーがいっぱいいるわけじゃないから、特に AR プレイヤーってめちゃくちゃ少ないよね。だからその中で誰がこういいかなってなった時に、その去年のプロ対抗戦ですごい AR で、まあ、輝いてた選手はってなった時に五郎くんが一番最初に上がった。でその一緒にやってみて、まあ、すごくもう1試合目から僕は好印象だったかな。ありがとうございます。すげえ状況把握っていうのができてて、なんか一緒にやってとにかくやりやすかったの一発目から。ありがとうございます。なんか練習の時よりハキハキしてないな。なんかちょっとないね。はい、じゃあ次いきます。ラッシュに所属する前と所属した後の印象の違いは。ぶっちゃけで前と後の印象、まあ比較的、まあ、閉鎖的なチーム、うん、まあ、ね、っていう印象はあったんですけど、ウィンレッドだったりルークだったりとか他のチームの人とか、まあ、ルークだったら海外の人とか結構なんか幅広くなんかコミュニケーションを取ってるチームなんだなっていうふうに思いました。その閉鎖的に見られてたのはなんかまあうちらもそうなんだろうね、うん、自分たちのことでいっぱいだった感で、まあ、去年は、ね、大変そうだったね。そうだね。なかなか他のチームとコミュニケーション取るってことあんましなかったから、まあ、怖いチームって思われてたもんだけど。こんなことないからね。今年はよろしくお願いします。去年のリーグでラッシュと、まあ、敵として戦った時の印象。ああ、敵として戦った時の印象、これ五郎くんにしか聞けない質問だな。どうですかね、交流戦とかだともうほとんど、まあ、正直勝ったことがない状態だったし、まあ、ラッシュゲームって強いっていう印象があったんで、まあ、うん、厳しいだろうな、まあ、自分たちが思ってたよりは結構いい試合してたんで思ってたより強くなかったで、なんか感じ思ってたより強くなかったっていうか、なんか思ってたよりはいい勝負をしてたんじゃないかなって感じです、うん、昔に比べて日本もなんか均衡してきたよね。そうだね、なんかもう、うん、まあ、特にプロ対抗戦経て
なんか全体的にレベルすごい上がって人口も増えて、うん、もうどのチームも正直簡単に勝てる感じではない。でもみんなレベル上がってきてる、うん、他のメンバーの印象は何ですか？他のメンバーの印象、全員言うの大変だったのか、なんか特に印象がある人とか、なんか実際にこう喋ってみて特に印象が全然違った人とか。やだ、怖い。そうかな、怖い。ライトさん、ライト変わんないやろ。ライトさん、なんか結構落ち着いてる感じかと思ったらテンション高かったりとか。大体おばっかキャラで通してるから、ね、そう、なんか真面目系だと思ったらちょっとなんか、いや真面目ですよ、超真面目です。頭脳派です。え、頭脳派ってグリは変わらないやろ。思ってた通りじゃないですか、うんうん、見たまんまというか。だよねだよね。これに関しては動画よりももっと低いよね、テンション。あ、俺はね、もう動画だと喋るんだけどね、うん、普段喋んない。普段あいうえおの5個しか使わないからね、うん、あうんしか言わないから。基本喋るのめんどくさい人だから、ね、うんしか言わない。はい、じゃあ次行きます。今作フリーランないですけど大丈夫ですか？いや本当はフリーランやりたかったんですけど、ね、ないんだよ、仕方ないです。知らない人の方のために言うと、フリーランは美容室の時にやった壁走りとかして、まあ、タイムを競うみたいな。俺もやってたやつ、うん、そう、ライト一番やってたよね。負けてたらしい、うん、俺の方が早いらしい。日本一？一応日本で一番早かった時はありますね。すげえ。今はもう、ライトはどうだったっけ？全然だよ。あれ？ついたの？あ、マリオは1位。マリオは、マリオは日本一？世界一？マリオは初日1位だった。世界一？うん、ガチガチ。そう、ノコノコレースってやつ。そっちだった。名前の由来は？確かに。名前の由来よく聞かれるんですけど、ちょっと中学生の時に適当につけた名前なんで、実はないんですよね。渋いよね、五郎って。五郎さんにも洗礼を受けてもらいましょう。武器は何使ってますか？感度はいくつですか？絶対コメント欄で来るやつだ。そう、あの配信者やってたら絶対何回も何回も来る質問のこの二大質問で、特に感度いくつですかは一生来てる、来る質問。10分に1回は来るよ。10分に1回は。しかも2年間僕、まあ、2年約2年間ずっとやってるけど、もう ずっと来る。まあでも確かに気になるのは分かる、うん、それぐらい来る質問だね。まあ、武器はさっき ICR って言ったから、まあ感度、操作設定も教えてあげる。あ、そうだね、感度と感度は55の1倍で、 SR スコープだけ 1.5 倍、ちょっとタクティカルで、うん、アクセシビリティで、うん、モハ持ちやってみて。モハ持ちこれですね。で映ってない映ってない。これですね、これこんな感じです。で三角ジャンプ、そう、三角とパッドを入れ替えて、あと、まあ特殊なのは三角ジャンプ。三角ジャンプは珍しい。三角ジャンプが特殊。はい、じゃあ東海岸振り返りしようと思います。じゃあまず最初に、まあ、そもそも論で五郎くんが入ったのが12月の後半で、まあ、その日本代表戦まで本当あと2週間だよね。だからそのまあ大会まであとちょっとっていう時に入って、はどういう気持ちだったのかっていう。入ってすぐちゃんとできるのかなっていうふうには思ってました。まあそのチームでやるとやっぱりその最初はまあうまく噛み合わないというか、まあ味方の動きに慣れてないので、うん、それ慣れるまでだいたい1週間ぐらいはちょっとなんかあんまり自分の中で動きにくさというか、まあなんか味方の考えがまだわからない感じだったんですけど、うん、1週間過ぎたぐらいからやっとなんかしっかり余裕持って動けるような感じになりましたね。でもステージだった割にはあんまり緊張しなかったですね。本当にめちゃ緊張してたよ。してた。俺オフライン初めて。あれがオフライン初めてがしかもステージっていう、そのカメラがモニターの近くにあるじゃん、うん、レッドだけさ画面がちっちゃいから、あ近いからさ、うん、最初こう映ってなかったんで、ね、レッドの画面だけモニターだけになって、うん、だからわざわざスタッフさんがそのカメラをこう移動させて、なんかもうあんま覚えてない、うん、正直あんまり覚えてない。結構頭真っ白だったな USG 戦。本当にまあちょっと試合から何日か経ってるからな。そうね。それもあるか。まあ今回ライトは急遽僕のせいで突然本当だよことになりましたが、本当だよ、目大丈夫か、どうでしたか、まあ、どうでしたか。最初は気が気じゃなかったけどね、うん、まあ最終的にはやってよかったとは思ってる。やっぱりまだ
人少ないじゃん。だから、うん、こうしどのチームもさメンバー不足だからさ、なかなか新メンバーをすぐこう入れるっていうのは難しいよね、正直。まあ特に今作から1人増えたからね。そうだね。そう、4人だったらまだね、5人ってねめちゃくちゃね、うん、集めるの大変で、新規勢増えてもらわないから。まあ今年は誰でも参加できるから、うん、それがいいよね、うん、昔と比べて。プロチームに入らないと出れなかったけど、今年はね全然誰でも出れるから。まあ実際あの東海議半分くらいはアマチュアだよね。五郎くん、新メンバーの五郎くんを紹介して東海議の振り返りと、でもこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうちょっと喋るスピード速かった気がするけどな。こういうキャラです。はい、じゃあ、はい、お疲れ様でした。ご飯食べてきます。パンケーキだ、パンケーキ、イエーイ。